中尾ひとみは日本の漫画家、長崎県出身、女性、月刊ガンガンウィング2002年6月号掲載の読み切り作品、頑張らなく、ちゃ、でデビュー。その後、同タイトルの作品が同志の2002年12月号から2006年2月号まで連載された。絵柄はフェミニンで可愛らしいものである一方、造形の華やかさや色気、シリアスな設定や、 恋愛漫画的要素とは、裏腹の作中人物の破天荒な性質や、多形的な思考に由来する奇抜な言動が特徴的である。コミカルなシーンでのディフォルメされた作が、ハイテンションなボケツ込みの応酬からも、全体としてコメディ、あるいはギャグ漫画に属する作品が多い。自らについて、オカマスキーで、父スキーで、マッチョスキーで、オヤジスキー。それが私。 であると語っている。ブログ、黒い狼赤い下において、頑張らなく、ちゃ、の本編では明かされていないエピソードや設定、イラストなどを公開していた。単行本未収録のデビュー作。連載版の第一話と同じく、主人公のチャームが試験のために訪れた人間界で、ユンと出会う内容であるが、設定や展開は若干異なる。ありがとうございます。